食べるぐらいでずっとうどんからそば作ってる。お前さんは気の優しい人、心の中和ませてくれ。タクシーのおっちゃんが多いから、疲れた顔してのれんをくぐる。大々色のビニールシートと青いのれんに囲まれて、そこへ着いたら、うどん屋くん、チュルチュルル、そこへ着いたら、うどん屋くん。アホなあいつが帰ってきたら、連れて行ったろ、あの角に。なんで行ったかもうわからんけど、なんで言っても味は最高ではないね。いつか食うだろう、カレーうどん、卵も入れて、おにぎりも頼む。一番高いこの国は、ああそうそう、あのうどん屋の名前は。ヤマトです。ここへ着いたら、うどん屋くん、チュルチュルルル、ここへ着いたら、うどん屋くん。あー、入ったな、入ったね。久しぶりに一緒に食べに行こうか。まあ、こんな時に限ってしまってるかもわかりません。どういうかな、俺でもしまってると思うな。いや、僕は空いてると思うな。空いてるか、今日すごいって、ヤマトのお母ちゃんここにおんねんからしまってる。マイスポン全然わかんない。行ってみたら相手にかも、お父ちゃん一人でやってるかもね。お父ちゃん一人でやったらそれも困ったもんやな。お父ちゃんと二人で俺やる嫌やな。お母ちゃんおることでしょ。うまわかめうどん。あげました。僕たぬきです。そこへ着いたら、そこへ着いたら、うどん屋くん、チュルチュル。そこへ着いたら、うどん屋くん、待ってたよ、そこら。そこへ着いたら、そこへ着いたら、うどん屋くん、チュルチュル。そこへ着いたら、うどん屋、やっとったね、これ。そこへ着いたら、そこへ着いたら、うどん屋くん、チュルチュル。そこへ着いたら、うどん屋くん、帰ってきました、マンボウが。着いたら、そこへ着いたら、うどん屋くん、チュルチュル。そこへ着いたら、うどん屋くん、まだおった。